ゆなです。ねえらです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はセブンイレブンのスイーツありったけ紹介です。イエーイ。スタジオの近くにあるセブンイレブンであったもの全部買ってきました。うわ、こんな量見たことある？ない。やばいよね。もうお店みたいな感じだよね。じゃあこれをね、一個一個紹介していきます。それではどうぞ。じゃあいただきます。いただきます。の前にちょっと消毒します。じゃあどれから紹介する？これ和菓子からクッキーとかの洋菓子まであるんでめっちゃ迷います。じゃあ目についたやつにしますか。はい。じゃあせーの、おーじゃあゆなから紹介します。ゆな、はい、が一番目に入ったのがじゃじゃん、セブンのみたらしです。これは私がセブンイレブンに行くともう一番最初に目につくぐらい大好きなスイーツです。団子がね、本当に好きなの。特にセブンイレブンのこのみたらし団子が大好きです。それらはゴロゴロチョコのチョコチップスコーンです。あ、もう美味しそう。めっちゃ美味しそう。あの、私はチョコが好きなのでいいなと思って選びました。じゃあいただきます。すごいよね、量がね。普通に棒の山も食べるやつもあるんですけど、私絶対このすくって食べるやつを選ぶの、みたらしは。いただきます。いただきます。うん、うん、うん。サクサク系、ホクホク系、サクサク、うん、美味しいやつやん。美味しいやつやん。いただきます。うん、うん、うん。めっちゃ幸せ。なんかこれめっちゃ弾力がすごくて、みたらしも甘すぎなく辛すぎなくてめっちゃちょうどいいぐらい美味しいです。じゃあ次いきます。いっせーので、じゃじゃん。はい。じゃあじゃあまず次レイラちゃんからします。レイラは君だけのプリン君だけのプリン君だけのプリンを選びました。プリンが好きなので美味しそうだなと思って選びました。商品名もね、君だけのプリン、なんかね、いいよね。そういうこと？あ、そういうことね。まさかの、これ分かんなかったんですけど、あの卵の黄身だけのプリンだそうです。だそうです。すいません。で、ゆなはこの宇治抹茶わらび餅です。美味しそう。これ新発売のやつです。最近なんか洋服もデザートもなんか緑が最近ちょっとハマってて、洋服もミントグリーン着ちゃうし、抹茶最近ハマっててすごい好きなんです。ちょっと目に入っちゃったので選びました。じゃあいただきます。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 なんか中に抹茶蜜入ってる。抹茶蜜って入っちゃった。書いてあった書いてあった書いてあったけどめっちゃ美味しい。なんか生チョコ食べてるみたいな感じ。めっちゃ美味しい。あ、これ黄身かもしれない。君だけかも。君だけの方。え、めっちゃ濃厚？めっちゃ濃厚。うわ、美味しい。濃厚なプリン。めっちゃ美味しいよね。めっちゃ美味しい。わかる。じゃあ次選びます。いっせーので。あ、なになになに。どうでした？これ、これでした。あ、オッケー。オッケー。あ、どっちもダブルチョコですね。じゃあ今から紹介します。今はこのカラフルチョコドーナツです。美味しそう。ね、美味しそう。カラフル、ちょっと私カラフルにちょっと目が光りました。カラフルも好きなんです。じゃあ、レイラちゃんと、これは新発売って書いてあります。とろーりチョコのさっくりタルトです。美味しそう。美味しそう。なんかさ、商品名にとろーりとか書いてあるとめっちゃ選びたくなっちゃう。じゃあ、いただきます。いただきます。うん、あ、意外になんか一口目はカリってしてる。なんか外がカリってしてる。中ふわふわしてるのかも。いただきます。うん、なんかね、ドーナツがすごいふわふわ。なんか結構硬いのかと思ったらめっちゃふわふわで美味しいし、チョコも結構いっぱいかかってるからチョコの味がすごい美味しいじゃあここからはちょっとどんどん紹介していこうか。はい。じゃあ紹介していきます。まずじゃあちょっとプリン系いこう。
じゃじゃん、杏仁豆腐です。真っ白の杏仁豆腐。私めっちゃ杏仁豆腐好き。だからあんまり好きじゃない。あ、でもね、めっちゃ分かれるよね。うん、好き嫌いが分かれる。うん、分かれるやつだけど、私は大好きです。おお、レアちゃんと。これはみかんの牛乳寒天。あの、保育園の頃私ね、おやつの時間出てた。え、おやつの時間で牛乳寒天出てた。へえー、出てなかった。好き、結構好き。美味しいよね、わかる。じゃあ次、今はとろけるミルクプリンです。なんか上にクリームみたいなのが乗っかってて、すごい美味しそう。わあ、美味しそう、うん、めっちゃ濃厚そうだな。セイラは宇治抹茶パフェです。美味しそう。美味しそう、めっちゃいいね。抹茶は美味しい。抹茶は美味しい。しかもなんかちょっと小さめだから、なんていうの、うん、ご褒美に食べたら絶対美味しい。美味しい。絶対美味しいばっかり言ってる。じゃあ次、もちもちリンクのシュガーです。こちらもちもちリングの濃厚きな粉、きな粉とシュガーです。おお、これピティさんがちょっと気になってたやつです。あ、そうなんです。ちょっと後でね、ピティさんにあげるかな。あげるじゃ。やったやった。やったじゃあ次、クッキー。じゃじゃん、これがクッキーなんですけど、こっちがチョコチップクッキーで、キャラメルクッキーです。そう、めっちゃこれザクザクしてそうな、カリッてね。そう、めっちゃ美味しそう。美味しそうです。スタバとかにありそうな感じで、めっちゃ美味しそう。美味しそう。次はシュークリームにしようかな。クリーム。じゃあギナのシュークリームはこちら、シューっていうシュークリームです。シュー、うん、香ばしいシュー皮と濃厚カスタードのシュークリームです。なんかね、ちょっと触った感じね、ちょっと固めのね、美味しそうな感じがしてる。感じがしてる。感じがしてる。じゃあ、レイラちゃん。レイラは、マブルクリームのカスタード&ホイップシューです。美味しそう。めっちゃ美味しそう。カスタードとクリームがさ、混ざってるのめっちゃ美味しいんで。めっちゃ美味しい。めっちゃわかる。シュークリームは先にクリームから食べて、最後に皮食べる。ええ、普通に食べないの？え、なんか一口食べて、まず最初に、そしたらクリームだけこうやって絞り取って食べて、最後に皮だけこうやって食べていくのが好き。独特。いや、もう本当にその食べ方が好きなんだって、本当に。そうなの、うん。じゃあ、まずゆなが、ベルギーワッフルです。美味しそう。美味しそう。これめっちゃ、なんかザクザク食感で、上にちょっと砂糖が乗ってるタイプです。そう、なんかふわふわとは違ってちょっとザクザクだそうです。これらはサクリ&ホローホロのアーモンドボールです。あ、美味しいやつじゃん。美味しいやつ。美味しいよ、本当に。私これ一回食べたことある。一回食べたことある。これ、めっちゃ美味しいです。食べたことないから。じゃあ次に、しっとりバームクーヘンです。このバームクーヘン、私の好きなところ、この上に砂糖が、このカリカリの砂糖が乗ってるやつ、これめっちゃ好きなんですよ。これね、アリアちゃんもね好きで、私かバームクーヘンこの上に乗ってるやつ美味しいんだよね。サクサクが。これらは豆いっぱい豆大福です。豆がいっぱいだそうです。私大福も好きなの。これらも大福好き。ね、私めっちゃ好き。大福ってさ、あんこ出てくるときめっちゃ美味しくない？うん、あむって食べて、あんこみたいな。めっちゃ好きなんだって。みんなのは新発売の抹茶ミルクレープ宇治抹茶です。また抹茶。抹茶ミルクレープだそうです。なんか中まで抹茶のクリームがぎっしり入ってて、めっちゃ美味しそうです。美味しそう。レイラはふわっとドラコシアン&たっぷりホイップです。お、あ、コシアンとクリームが入ってるってことね。そうそう、ね、美味しそう。粒あんかコシアンどっちか。せーので、コシアン。お、分かれた。分かれた。私ね、コシアン好き。私もどっちも好きだけど、コシアンが好きかな、私は。あ、待って、これ紹介してなかった。ちょっと紹介忘れてた。ちょっとごめんなさい。ずんだ団子でーす。の、抹茶の、うん、ずんだはね、緑の。あ、そう。枝豆の風味豊かなずんだ団子です。私はずんだ団子も大好きです。以上ですかね。以上です。すごいいっぱいありました。めっちゃめっちゃいっぱい。すごいよね、大量に。すごいね、もう全部美味しそうなんだもん。
セブンイレブンといえばスイーツだと思ってる。スイーツといえばセブンイレブンみたいな。セブンのスイーツはめっちゃ美味しい。結構皆さんも好きなスイーツあったんじゃないでしょうか。すごいね、美味しそう。美味しそうだね。この黄身だけのプリンは本当に黄身だけのプリンだと思った。はい、じゃあ残りはみんなでゆっくり食べたいと思います。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。